舞台「ブルースバスケット」上演まであと3日、相馬協約の橋本翔平です。はい、あと3日まで迫ってきましたね。本当この座組は年上のお兄さんから、小学6年生の子役までとにかく幅広い世代がギュッと集まって、一つの作品を作ってるっていうものすごい、舞台でございます。もういろんな刺激をもらいながらものすごい作品になってますので、ぜひ皆さんご期待ください。舞台「フルーツバスケット」は2022年3月4日から13日まで、日本橋三井ホールにて上演いたします。皆さんのお越しをお待ちしております。チケット情報は公式ホームページをチェックしてください。よろしくな。